J5、J6 ヤクトファルクノルウェー軍の SA-14、E ヤクトファルク J6 ヤクトファルクは1920年代後半に製造されたスウェーデン製服用戦闘機である。この戦闘機は当初はスベンスカ社で、後にアツヤ社で製造された。試作機は J5、量産機は J6 の名称で軍に採用された。 第一次世界大戦が終わると、いくつかの航空機製造者が開業された。このうちのスベンスカ社が自主開発したのがヤクトファルクである。同社は、スウェーデン航空委員会へ戦闘機についての指針と要望を問い合わせたが、何らの返答もなかったために、スベンスカ社は何らかの手引きを得るために、国外の設計を調べた。ヤクトファルクは、 アームストロングシドレー製のジャガー級、機頭製型発動機を搭載した標準的な副容器である。固定脚でビブの下にはソリが付けられ、胴体は基金混合構造に合板と布張りである。機種とビブはアルミニウム板金で覆われている。燃料タンクはエンジンと操縦席の間にあり、満載で2.5時間の飛行が可能である。 スウェーデン空軍テストパイロットのニルス・ソーダバーグがバルカビー空軍基地で試作機の試乗を行った。試乗後に彼はこれは私が乗った飛行機の中で最も素晴らしいと述べている。1929年11月11日、ヤクトファルクは当局の代表と記者に公開された。 スウェーデン航空当局は3機のヤクトファルクと3機の英国製ブルドッグ戦闘機を比較試験のために発注した。試作機は1930年1月9日にスウェーデン空軍に納入され J5 と命名された。スウェーデン航空委員会はブリストル製のジュピター発動機を 空軍の標準発動機とすることを決定していた。そのため、設計者のカール・クリーメンス・ビュッカーは、新しい発動機を搭載させるため発注されていた2機の胴体の改造を余儀なくされた。これらの機体は、ヤクト・ファルク1と命名された。1930年には、ジュピター7発動機搭載の5機が追加発注された。 テスト飛行の際に強い振動が問題となり、スベンスカ社と CFV がこの問題の解決を試みたが成功しなかった。この機体はスウェーデン空軍に正式化された。ビュッカーと CFV は引き渡し後も着陸装置と胴体の改良を行っている。これはよりかどばった胴体であり、ジュピター 7F が発動機に選ばれた。 スウェーデン空軍は3機のヤクトファルク2を受領した。スベンスカ社はヤクトファルクの輸出を熱心に試みた。アルゼンチンと日本の代表が来訪してテストを行ったが発注には至らなかった。唯一の輸出はノルウェーで1931年にアームストロングシドレー製のパンサーファイア発動機搭載の1機が発注された。この機体は フューリー戦闘機との協作に付された。1933年にスウェーデン空軍が7機の追加発注をした時には、スベンスカ社はアツヤ社に買収されており、新たな製造元によって垂直安定版と風貌にいくつかの小さな改良を施した機体が製造された。1939年12月8日に3機がスウェーデンから、 フィンランド空軍へ譲渡された。これらはスウェーデンでの最も古い機体で、軍事援助に旧式兵器を当てることは一般的だった。機体はカウハバ飛行場で1945年まで練習機として用いられ、その後廃棄された。スウェーデン空軍では J6 と命名された。1930年に空軍がスベンスカ社から、 J5 を購入した後に、フライグスタイラルシンは、ブリストルジュピター発動機を標準発動機とすると決定した。2機の J5 が、すでに発注されていたが、引き渡せる状態になかった。設計者のビュッカーは、新しい発動機を搭載するために、防火壁を前に出して、胴体を改造せねばならなかった。改良された機体は、J6 と命名された。スベンスカ社は、 コストの低減と生産の合理化のためにより多くの発注を求めた。そのため、スウェーデン航空委員会は、スウェーデン空軍にさらに6機の購入を提案した。最初の J6 は1930年に試験飛行をしたが、ビブの激しい振動に悩まされた。機体は CFV に移送され振動を減らすための改造が試みられた。 振動問題は解決しなかったにもかかわらず、機体は空軍によって正式化された。第三の形式は1930年秋に完成した。この機体も試作機同様の振動問題があった。機体は最初の試験飛行で墜落し、テストパイロットが死亡してしまった。このテストパイロットは北極圏探検家、ウンベルトノビレを救出したことで、 国民的英雄となっていたエナールンドボルイバッタ。この事故はスウェーデン空軍指導部に対する激しい非難を巻き起こしている。事故は委員会によって調査された。2機の J5 と5機の J6 が空軍に引き渡された。ビュッカーは後に新しい着陸装置とジュピター7 F 発動機を装備させるために胴体の改造を行っている。空軍は 改良型3機を発注して J6A と命名した。これらの機体は1932年夏に引き渡され F3 マームスラッド空軍基地に配備された。すべての J6 は1932年から1934年の間に F1 基地へ戦闘練習機として使用するために移送された。1933年5月にさらに7機が発注されたが、 スベンスカ社は1932年に A.B. スベンスカ、ジャーンバグスバークスターダーナズ、エアロプレーンアベデルニングに吸収合併されていた。そのため、機体はアツヤ社で製造されることになり、発注がなされるとすぐに製作が開始された。最初の機体は1934年11月に完成し、すべての機体は1935年6月までに完成し、 引き渡された。空軍はこれらの機体を J6 バイトと命名した。1938年10月にすべての機体が F1 ベステロース空軍基地からバルカビー空軍基地へ移送された時点では7機の J6 が空軍に在籍し戦闘練習機として使用されていた。 冬戦争の際に3機がフィンランドへ譲渡され、残る全機は1941年に廃棄された。コンプリートブック・オブ・ファイターズより、初言性能ブソードイツでは、第一次世界大戦後、航空機の製造が禁止されたため、かつての航空機製造者のいくつかは国外に拠点を移していた。この時期、第一次大戦中に、ドイツ海軍将校だった。 カール・クリーメンス・ビュッカーとアルバトロス社の設計師だったエルンスト・ハインケルは1921年9月10日にスベンス・カエロ社を設立した。当初はドイツのカスパー社からの部品を密輸し、ライセンスとして組み立てていたが、ヤクト・ファルクを開発し、契約を受注した。しかし、財政の悪化により発揮を生産した、自転実質的に倒産し、 数年前に設立されていたスウェーデン鉄道製造航空機社に売却された。このアツヤ社は1936年に他社と連合航空社を設立し翌年に併合された。この会社は併合の際にスベンスカエロプラン社となり1950年代にソブ社となって現在に至っている。ありがとうございます。